明日の朝番組 RNGT48 と番組公式 YouTube チャンネルで明日の朝7時に動画が上がるので、その放送されたまんまの動画が上がるので、そちらもぜひ見てください。お願いします。なので私も今日は夜更かしします 夜更かししてみたいと思います。ね、ぜひね、まあ明日朝早いよとかね、いう方は全然 大丈夫ですけど、ね、ぜひね、本当に体調もね、あれなので 明日朝早いよって方は、ぜひね、睡眠を優先していただきたいところなんですけど、ぜひ見てほしいですね、本当に。これなんだろう？これなんだろう、ちょっと腕につけてみよう。NGT48 大塚ななみ推しって書いてある はい、茶番はここまでにして、ですね、今日の10時、朝10時から予約販売が開始されてるんですけど、なんとメンバーカラーグッズ第1弾がただいま予約受付中です。このなんていうの、このリストバンド、リストバンドじゃないか、これなんだろう、これなんですかね。これとこのね、タオル、しかもラバーバンドか ラバーバンドですね。はい、ラバーバンドとタオルです。はい、大塚ななみ推しって大きく書いてあって、しかもこの2色、なんと私の推しサイリウムのカラーなんです。そう、マフラータオルです。しかもね、生地もしっかりして、これもこのラバーバンドもいいですね、気持ちいいですね。しかも2つあるので、このね、ぜひね、おしさいで2個一緒の手につけていただきたいです、ぜひ。いや、本当に可愛いグッズですよね嬉しい。はい、ただいまもう予約受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、いろいろね、使ってください公園に持ってくるもよし、斜めのお供にもよし、はい、朝の洗顔用タオルでもよし、ね、もう何でも使っちゃってください。はい、私のまあこのカラーはなんかすごい、結構色をまあ見ていただければ分かる通り、この青の中、青とか水色の中でも、それ結構水色の中でも 2,3 色くらいあって、ちょっと迷ったんですけど、私はパープルと、あとこれターコイズらしいです、ターコイズカラー、ブルーかなみたいな色らしいです。すごい鮮やかな水色で、私はそう、メンバーで、メンバー NGT メンバーでこのターコイズ色を使ってる人がいなくて、そう、私、ちょうど私だけだったんですけど、このね、色合いがいいですよね。はい、ぜひね、難しい、なんかターコイズって難しいけど、ぜひ、まあ推し彩は、ペンライトのね、推し彩はもう何色でもいいので水色に近ければ何色でもいいので、そこは気にせず、まあこれが
そうですね、なんかメンバー、私はこのタオルとかラバーバンドとか、あの推しサイ色にしたけど、別に全員が全員推しサイ色、推しサイカラーってわけじゃないので、まあ私はね推しサイにしました、せっかくなので。すごい色合いがいいし、うん、って感じですね。はい、NGT48 の公式オンラインショップで今買えます。私今日ツイートしたんですけど、この使用例をねタオルとラバーバンド使ってる画像をツイッターに載せたんですけど、そこにリンクも貼ったので、はい、まあ鑑賞用でもよしだし、使う用でもよしです。もう何でも、はい、ね、ご使用方法は何でも良いのでぜひねお願いします。チェックよろしくお願いします。はい、そう、私が選びましたこの色、うん、ということで今日はねこれを早く皆さんの手元にも届いてほしいな。でね、首にかけるとちゃんとこうやってね推しサイカラーがねもう全面に伝わる。そう、しかもすごいタオルもふわふわ生地でとってもいいです。あったかいですね、マフラーですねはい、そしてねこのもうフェス行ったみたいな超かわいいおしゃれな、なんか自体もねおしゃれなこのラバーバンドもぜひねよろしくお願いします。いい色ですよね、この色にしてよかった。そう、このねこのねこの2個別々でつけてもいいですし、はい、こんな感じでいいですね、はい、すごく素材もいいです。このなんていうんだろう、シリコンゴム伸びるあ、ありがとうございます、ギフトありがとう。これを持ってるとレッスンがもらえるんですかそうかもしれないですね。でも私はね、まあグッズを持っていようと思っていまいと、はい、レッスンしまくりますけどね。でも多分かなり見つけ、なんかこうすぐ見つけちゃうかもしれないですね、これを使っていただけてると、うん、目立つから。はい、このね、おいいですね、すごく取り外しも簡単でシュシュって入っちゃいます。よろしくお願いします。カバンにつけても、え、確かにカバンにつけても絶対可愛い、確かにいいですね、うん、しかもおしゃれだしね。そう、ギフトありがとう。サイリウム振る方の手につけた、あ、わかりやすい、わかりやすい、うん、そうそう、まあね、つけて、まあ、あのつけてくださってたらもちろんね、まあ、すぐ分かっちゃうっていうのもあるんですけど、全然つけてなくても私はすぐ見つけるので大丈夫ですけどね、公園とかね、そこはご安心してください。よかったらただいま予約してますのでよろしくお願いします。あと生写真も、はい、予約、うん、生写真も販売開始したのでお願いします。そちらの方すごいグッズ情報がたくさんなんですけど、よろしくお願いします。はい、こんな風にメガネにして遊ぶこともできます。使い方は本当に様々ですね。こうパリピメガネですね、はい、もういろんなね使い、なんか使用方法はね、こうやって髪をね束ねられなかった、髪は束ねられなかったけど、うん、そう、おしゃれですね、ぜひよろしくお願いします。こうやって耳にもできたりね、うん、
いろいろ使えますね、これ本当に、はい、お願いします。本当に可愛い、嬉しいですね。こうやってメンバー個別のグッズが、あのグッズが出て私は超嬉しいです。いいね、なんかあんまりなかったので、久しぶりのねメンバー個別グッズだと思うので、うん、嬉しいね。まあね、これでこのね、こん例えばね、このラバーバンドもう10本くらい10個くらいつけてる方、つけてくる方もいらっしゃると思います、きっと。もう腕カラフルだなーって方はね、 DD という証拠ですよね。うん、ね、ナノミングッズ嬉しい、ありがとう。そうね、嬉しいね。そう、もう腕ほぼラバーバンドじゃんみたいな、そう方もいらっしゃるかもしれませんね。うん、腕超おしゃれじゃんみたいなね。本当にメンバーそれぞれ色あるので、いろんなね色あるので ね、 そう、ぜひね、私も楽しみですね。早くなんか皆さんの手元に届くのが楽しみです。はい、なんでよろしくお願いしますっていうお話でした。以上です。せっかくだからつけとこう。いいね、こんな感じ。今日は NGT48 ラーメン部だし、あと今日も、あさってか、あさってにはもうサメカツな公演もあるので、今夜の見どころ、はい、今夜の見どころはまず、もうなんと、お、まあちょっと予告に入ってましたけど、あの場所に行ってます。今回あの場所に行って、あそこから撮影してます。あそこに行ってます。あー、言っちゃう言っちゃう。はい、なんと超スペシャルな場所からお届けしております。はい、そして肝心のラーメンなんですけど、ラーメンね、です、ラーメンが本当に私でした。はい、まあネタバレリーナしちゃうのであんま言えませんけど、ぜひよろしくお願いします。はい、今日も私とカホとサラと3人でロケに行かせていただきました。すごいね、毎回楽しいロケで、もう笑顔絶えないロケで、本当にスタッフさんも皆さん優しくて、うん、私たちのアイディアに、そう、何でも、なんて言うんだろう、すごい褒めてくださるっていうか、いいよいいよってすごい心よく乗ってくださるんですよ。でしかもアドバイス、ちゃんとアドバイスもくださったり、すごくね、いつもお世話になってます。はい、ね、だから多分だんだんこの7分尺の使い方も上手くなってきたと思います。自分で言うけど、うん、なのでぜひね、ぜひぜひぜひリアタイしていただきたいですね。はい、まあ宣伝はちょっともういっちゃいそうなので、この辺までにしておきますね。うん、そしてね、土曜日とか、あと土曜日か、あ、こう、ん、違うか、はるか村か、はるか村の24のはるか村公演の当落の報告もいただいてます、いっぱい。はい、ぜひ劇場に来られる方は楽しみましょう。
まだね来られないよという方はぜひ DMM さんお楽しみください。私もねもう DMM さんにもいっぱいいっぱいレスしますから、いつものごとく。うん。ね、いつか公演行くぞ。え、大丈夫、絶対もうねすぐ、うん、きっときっとすぐね、あの来れる日が来ますよ、うん、あー外れちゃった、公演外れちゃった、大丈夫大丈夫大丈夫、まだいっぱいあるからきっと公演は、はい大丈夫ですよ、うん、だからね、そのね、全然落ち込まずに大丈夫です。うん、ね、早くね、あの県外のにお住まいの方、新潟県外にお住まいの方もね来れるようになったら嬉しいですね。私もお待ちしてますので、うん、みんなに来てほしい。なんて優しいのなんて優しいんだ。私も本当にそう思ってます。みんなに来てほしい、うん、ね、ちょっとね3月はもう本当に27日、あともう1週間か、待ってドキドキしてきた。あともうちょっとか、1週間くらいなんですけど、副音声のお仕事まで、それまでもう本当に私は頑張ります、頑張ります。副音声のお仕事を成功させたいので、はい、ちょっとねあのメールとかも最近全然送れなくて、そうそう申し訳ないんですけど、本当にねいろいろ勉強とか頑張って皆さんにね副音声楽しんでいただけるように本当に頑張るので、ちょっと3月は私のもう頑張り時なので、うん、本当に頑張ります。頑張るとしか言えないけど本当に頑張る、うん、皆さんがあんなにね、もう私忘れられない、あのお仕事決まった時のツイートのリップの数150くらいいったからね。そう、それだけ、まあ、ファンの皆様のおかげでもあるし、こうね、注目していただけてるのかなって思うので、うん、そうだから本当に頑張ります私は、うん、楽しみですね。そう、私も本当に楽しみ。ねえすごかったよね、本当に嬉しかった、なんか本当に感動した。あれはなんだろう、みんなね、みんな待っててくれたのかな、いやわかんないけど本当に嬉しかったです。見たことないリップの数だったので、うん、でもそんだけね見てくこのね、もう見てくださる方がきっと、ね、多くいらっしゃると思うので、本当に頑張りますね、うん、ね、生徳さんの発表もすごい忘れられない、急にね来たからね嬉しかった、なんか知ってたのに、知ってたのにもうたまげた、もう腰抜かした、びっくりで、そう嬉しいですね。はい、なので今日はねあの夜更かしもするし、なのでそれまでまたアルビについていろいろお勉強して、はい、放送まで待ちます。その前にお風呂も入んなきゃ、明日もねまたお仕事あるので頑張ります。はいね、 YouTube 生配信も本当に嬉しいです。なんかこのスタイル、コンサート終わりのお姉さん、確かにフェス行ってきましたみたいな感じだね。はい、ということで今日はちょっと短めなんですけど、この辺で配信終わりたいと思います。今日もありがとうございました。また配信するので来てください。ありがとう。
それじゃあまたね。明日ねもしかしたら配信できないかもしれないんですけど、ちょっとできなかったらすいません。ありがとうございました。また来てね。ありがとう。今日もありがとね。おやすみなさーい。